ちょっと余裕時間になりますよ。なかなかこれほどのものが並ぶ会というのは私自身想像ができない会がおさむ寿司様で実現している。私が聞く限りではこのクリスタルの会が催されたのは世界でもドバイ、ロンドン、そして日本で最初に国分寺という。本日は皆様に絶対的な体験をしていただきたいと思います。絶体験と名付けていただきました。宮城県から参りました、新沢醸造店の新沢と申します。今日はすごいお酒をたくさん持ってきましたので楽しんでいただければと思います。生涯に残るような体験をしていただきたく、新沢社長とあとおさむ寿司の親方、そしておかみさんと必死に、競技を重ね今日に至りました。どうか骨の髄まで最高のお酒を楽しんでいっていただければ幸いです。今日はゆっくりどうぞよろしくお願い申し上げます。日本酒の会なんですけど、日本酒ばかりじゃちょっと寂しいなということで、最初ちょっとワインで濡らしてから日本酒もスタートしていきたいと思います。40年弱30何年前の DRC からちょっとスタートをしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。それでは乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。よろしくお願いします。お楽しみください。水を、はい、お水をください。そして続けて、今日の本題となる、冷却クリスタルゼロ、今年1月に出しました、500ミリで、137万円の日本酒になります。世界一磨いてある日本酒お米になります。この2つを飲み比べていただきながら、大将の料理を進めていただきたいと思います。私非常に心配している部分もあったんですね。これほど華やかなゴージャスなワインの後でどうかと思ったら、もう全然そこの辺が心配いらないというのが今比べられて分かってくださっているのではないかと思います。大吟醸というと酵母の華やかな香りがメインにつきますけれども、私の蔵では香りを派手に出さずに芯だけをこう味わおうというスタンスのお酒作りをしています。精米時間はだいたい6ヶ月半221日磨き続けます。6ヶ月半というとシーズン丸々精米機1台潰すという考え方があるので、もう精米機1台潰してこのお酒1本作るためだけに磨き続けるということをやっていきます。でこれは山田錦を使うんですね。山田錦でこんな西の米で磨いたら粉々になってしまうんじゃないかということで、いろいろと最初は大変だったんですけども、だんだんコツが分かってきて、4年、延べ数でいうと7年ぐらいかけて、できるようになりました。はい、で3本目に出ました。今お配りしていますアブソリュートゼロ、これが、世界で初めて 1% 未満 0.85% まで磨いたお酒として初登場したのが2018年。こちらが、元のベースになっております。こちらは宮城県の蔵の花というお米で作っておりまして、米が硬いせいもあってすごく優しくてキュートな味がします。百何十万円のもう王道という山田錦を使っています。米の差だけでこれほど味が違うということを楽しんでいただけるかなと思います。私も最初にアブソリュートをテイスティングしたときに、ここまで磨いたら個性はどこに行くのかなと思ったら、それもちゃんと個性を保持しながら、うまみも残っているし個性も、そして綺麗さは極限まで美しかった。その後クリスタルが出てきて、さすがにここまで来たらもっとピュアといえばいいのかもしれないですけど、シンプルになりすぎる嫌いはないのだろうかと思って口に含んだらそれどころじゃなかった。存在感がすごかった。
そうですね、磨いたらなくなっちゃうんじゃないの、味しないんじゃないのってよく言うんですけど、実際じゃあそれを体験しようっていうのが今回のお酒になります。噂で聞くのと実際飲んでみるの、じゃあワインと比べてどうなのかっていうのも今日は全部いっぺんに味わってみましょうというような時間になります。はい、1番です1番ですこれはもう1番です。意外と簡単ですね。新澤社長、ここまでやるんなら俺もやらなくちゃかギリギリ間に合いましたよ、シーズン足上げに。うちのお酒は究極の食中酒ということで、吟醸化を出さないで作るというのが特徴ですので、あともう一点、ですね、日本酒やっぱり甘いんですね、すごく。実は甘いとお料理をどうしても引き立てない、俺はどうだと、やっぱり全国1200の酒蔵さんが東京江戸に出てくるわけですね。そうするとインパクトを出して、うちのうまいでしょ、入れてください。でご飲食店さんも一杯飲んで、あ、これ美味しいじゃんっていうのを仕入れます。ですけども、うちは甘さを抑えてお料理がたくさん出るようなお酒を作ろうというところで、白楽性が置いてあるお店って貴重だよねじゃなくて、白楽性が置いてあるお店ってセンスいいよねと言ってもらえる蔵造りをしようというふうに頑張っていますので、楽しんでください。何度も言うようですけども、気軽にたくさん飲んでもらってもう大丈夫です。ここからはよろしくお願いします。さっき 7% のお米はということで、大将がもう、はい、お料理に使っておりました。よくこの 7% まで磨いたお米とか、先ほどの冷却の話をすると、必ずこのもったいないと、そのこんなに磨いてとよくお叱りを受けるんですけども、日本酒はご存知の通り産業廃棄物が一切出ない業種と言われてます。酒粕も再利用されますし、米粉はおせんべいの原料になっております。いい米だから磨かないっていうのはありだと思うんですね。いい魚だから手を加えないっていうのがあるのと一緒で、でも僕、手を加えた技術の味も飲んでみたいなって思う時ある。それは両方ですよね。僕はなんかこう人の仕事を飲んでみたいな、やっぱりその人をいただきに行く、多分お酒でもそうですけど、その蔵の姿勢を飲みたいのかな。アスカンは今日うちのオリジナル新澤醸造店作成のおさむ寿司を80度にして出しております。熱々で召し上がってください。いつものお酒の会なんかですと、僕喋り倒してるんですね。間が空いてしまうのが申し訳ないような気がしてしまってところが今日は全く喋らなくてもいいなって思ってるぐらい、皆様方がお酒に向き合っている。さっきここから盾を見ましたらですね、まるで座禅を組んでるような、お酒と禅問答をしているかのように見えました。本当に皆様のお姿を拝見して僕もすごく感激しております。まだありますので、どうぞゆっくりお楽しみください。新澤社長のところに行った時に、実はこのお酒を飲ませてもらったんです、その時に冗談で
まさか社長これまたやるって言わないよねって言ったら、やりましょうっていうお酒のリストを送られてきた時に頭ぶん殴られたようになってなんでここに DRC ぶつけんので僕より頭をずっと悩ましたのはうちの母ちゃん全部企画から何か全部やってくれたの母ちゃん、そんなこと僕はあの6月から私はドバイ、ロンドン、国分寺っていうあの言葉がこう巡って巡って日本初でうちでいいんだろうかっていう奇跡にが来ましたが、やってやろうと思って男らしい男らしいていうか何よりも新座社長はじめ蔵人の人たちの熱き思いね、いいお酒を作ってやるんだっていう、もう何人でもないその方向にみんながまっすぐ見えてる姿が美しかったんですよ。そういう蔵だからこそこの美しいお酒ができるんじゃないかなって本当に思いました。俺が言いたいこと全部言ってもらいました僕はもう言うことはありません。いや本当に貴重な会を皆さん盛り上げていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤さんありがとうございます。皆さん本当にどうもありがとうございました。わがまま放題のメニュー作ってごめんね。おさむさんのお寿司を食べながらはぐらくせをじっくり飲んでいただく時間っていうのをこれからも私たち大事にしたいと思っております。またどうぞ皆さん足をお運びいただければ幸いです。では今日は皆さんどうもありがとうございました。これにてありがとうございました。